ンを援護する。全ミサイル発射。了解。了解。了解。ナギ、来るぞ。了解。姫は根室さんだったかしら。前に何度か会ったわね。え？いやそうだったっけな。守るべき真実は全く別のものなの。バカもいい、いつの時代もだ、真実は一つだ。で、離せ、離せ。そうかもしれません。でもこれが私たちの仕事なの。男なら誰かのために強くなれ。歯を食いしばって思いっきり守り抜け。転んでもいいよ、また立ち上がればいい。ただそれだけできれば英雄さ。男なら誰かのために強くなれ。女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない。これが正しいって言える勇気があればいい。ただそれだけできれば英雄さ。新宿地下を中心に発生していた連続失踪事件は新種のウイルスが原因であることが分かりました。顧問隊員、君が初めて姫谷潤と接触したのはいつかね。はい、副隊長に同行した際、山林の中で。その時彼はビーストの存在をいち早く見抜き、僕らを助けてくれたんです。逃げろ。え？諦めるな。その後彼は何度も僕らの前に姿を現し、ビーストや黒い巨人と戦い続けました。どんなに傷つこうと懸命に。
変身の瞬間を見たのはそれが最初でした。姫矢はなぜ君の目の前で変身を？自分がウルトラマンであると明かすことは非常にリスキーな行為だったはずだ。信頼してくれたんだと思います。信頼？はい、だから姫矢さんは自らの秘密を。確かにあなたは彼の信頼に応え、その正体について口をつぐんだ。隊員として報告義務があったにもかかわらず。副隊長。何？あの男のことをどうして上に報告しなかったんですか？彼が僕たちのピンチを救ってくれたからですか？だから報告を。感謝して報告を控えたとでも言いたいわけ？違うんですか？やつは人間じゃない、ビーストなの。報告しなかったのは次に会った時私自身の手で殺すためよ。西条副隊長、君が初めて姫矢に会ったのはペドレオン殲滅後、トンネルの中で。その時は錯覚だと。しかしあなたはその後も姫矢と接触し、彼の特殊能力を目撃した。違いますか？何なの一体？確かに西条は私に姫矢純に関する報告を怠りました。その物体の他にウルトラマンと思われる生命体の痕跡は？ありません。生命体の痕跡は一切。その理由について心当たりは？姫矢純をビーストとして認識したからだと思います。彼女はビーストを憎んでいました。特に人の姿をしたビーストのことを。原因はミゼロギ新薬ね。それもあるでしょう。しかし本当の理由は幼少期の体験、それによるトラウマ。トラウマ？今から18年前、アメリカコロラド州において一人の女性科学者がビーストによって殺害されました。西条奈美、西条奈美の母親です。
隊長の母親がビーストに。母親だけでなく主任研究員だった父親までも。そんな。ビーストめ、あの家族を襲うなんて許せない。それでいいの。その憎しみが戦う力になる。私はずっとそうしてきた。同じだったんだ、副隊長も僕と。顧問隊員、次の私の質問には思ったままを率直に答えてください。はい。ウルトラマンとは結局何だったと思いますか？え？なぜ姫や純という人間に同化して力を与えたのか。答えてください。わかりません。わからない。なぜそうまでして戦うんです？一体何のために？理由は俺にもわからない。だが光は俺にこの力を与えた。だから俺は。その答えは姫谷さんもずっと探していたんだと思います。突然自分に与えられた力に押しつぶされそうになりながら、彼は必死で答えを探し続けた。憎しみや怒りや絶望や、そんな感情に飲み込まれそうになりながら、でも彼はとにかく前だけを見つめて。それが姫谷さんの戦いだったんです。恐ろしいほど孤独な、彼の戦いだったんです。姫や純は答えを見つけられたと思いますか？はい、きっと。テレビシリーズでは語られていないトライスクワッド結成の物語、ウルトラマンタイガ、タイタス、クーマ、3人の絆の秘密が今明かされる。ひろゆき、誉れ、ピリカ、イージスの3人も出動。悪の宇宙人軍団から会場のみんなを守り抜け。ウルトラヒーローズエキスポザライブ DVD 2020年4月22日発売。みんなザライブで待ってるよ。最後に質問するが、ウルトラマンはメフィストと共に消滅した。彼は死んだと思うかね？いいえ。その根拠は？あの時姫谷さんの声が聞こえたんです。顧問、光は絆だ。光は絆。
誰かへ受け継がれ再び輝く絆。姫や純がそんなこと。はい。よ、作田さん。いやいや珍しいね、あんたが出入り禁止の俺を呼び出すなんてよ。そうね、でもなぜか根頃さんと話がしたかったの。おい、少々高いかな、ネタならあるぜ。そうじゃなくて、話がしたかったのは姫谷君のこと。姫谷。この写真、おお、覚えてるでしょ。いや忘れやしねえよ、あいつが撮った最高傑作だ。戦場の真実を伝えた本物と呼べる写真。でもこの写真が世間で評価されればされるほど彼は苦しんだ。で、ふっつりとどっかへ消えちまった。かれこれ1年になるかな。1年と3ヶ月。バカな男だよ。せっかくのチャンスを捨てるくらいなら最初から戦場行かなきゃよかったんだよ。でもね、彼がいなくなった後もその写真は多くの人たちに訴え続けてるの。この写真を見たという人たちから編集部に届いた手紙、中には小学生の子供からの感想もあった。うん。私はこの写真を見て生きていることの素晴らしさに気づきましたか。私も彼に伝えたいの。この写真を撮ったことを後悔すべきじゃないって。姫のやつ今でも生きてると思うかい。それだけははっきりわかるの。きっと彼は帰ってくるって。光はキス。確かにウルトラマンの素体と思われる光は人から人へと受け継がれた。どういう意味かね。光に選ばれし人間、適能者、デュナミスト。姫や純より前にウルトラマンになった男がもう一人いたという話を聞いたことがあります。その銀色の巨人はネクストと呼ばれ、特務機関による厳重な監視下に置かれた。そしてネクストに変身した男性は元空自のパイロットであり、正体不明の赤い発光体と遭遇したことによりウルトラマンの力を得たと。そのデータはすでに消去済みだ。忘却の海レーテですか。一つ忠告するが、来訪者に関する情報はトップシークレットだ。迂闊に口にするべきものじゃない。確かに迂闊ですよ、管理官。僕たちの属する組織は決して一つの目的で統率されているわけじゃない。北米本部にしても考えは大きく二つに割れている。極めて微妙な情勢です。だからこそ来たるべき事態に備えて力を得る必要がある。それで姫や純のデータを奪った。あの行為が間違っていたとは思いませんが。確かに、だけど無駄だった。どういう意味ですか。今から20分前、何者かがデータベースに侵入し、姫や純から収集した全てのデータを消去した。まさか。バックアップデータも消滅。つまり最強兵器ウルティメイトバニッシャーは二度と使用できない。一体誰だ。スパイが紛れ込んでいます、この基地の中に。注意、この部分
光が去ってしまうはずがない。第3種警戒発令。各員スタンバイ。了解。ビースト、お前たちの望みは何だ？そう！誰だ？大丈夫。あんたか。俺のこと呼んだの。